外国人の酔っ払いからぼったくろうなんて最低よ。私が注文したものじゃないんだからお金は払わないわ。日本の食文化に欠かせない居酒屋ですが、最近は外国人の間でも話題になっています。カジュアルな雰囲気のため入りやすく、気軽にお酒と料理を楽しむことができると人気のようですね。しかし、そんな居酒屋では今、外国人とのトラブルが多発しているんです。今回のエピソードに登場する外国人も、日本の居酒屋で会計時に医師とは無関係の加算がされているものを発見してブチ切れてしまいます。彼女の体験は、お通しシステムを知らない外国人だけでなく、その文化に親しんだ日本人でも驚いてしまうこと間違いありません。ぜひ最後までご覧くださいね。私はイギリス人のルナっていうの。先日彼氏と一緒にバックパッカー旅行に行ってきたの。その旅行先は日本。バックパッカーって知っているかしら。大きなリュックサックの荷物を背負って世界中を旅する人たちのことよ。日本では大きな荷物の場合、キャリーケースに入れている人の方が多かったわね。自由気ままに一人でいたり、恋人や夫婦、仲のいい少人数のグループで低予算で旅をしている若者が多いのも特徴ね。両手が自由に使えたり、必要最低限な荷物で旅をすることができるから、ヨーロッパではメジャーなスタイルなのよ。そんな私たちの旅行で衝撃的なカルチャーショックを受けたの。日本の人たちがどんな反応をするか興味があるし、ぜひ話を聞いてもらいたいわ。もともと私たちは日本に旅行するつもりじゃなかったの。バックパッカーの旅行先で人気があるのは東南アジア諸国など、特にタイはバックパッカーの聖地として有名なエリアがたくさんある。でも私にはある提案があったの。私たちはヨーロッパの旅行なら何度か経験していたけれど、アジアの旅行は初めてだった。だから治安のいい国を選ぶべきだと思ったの。せっかくの旅行なんだから、トラブルはできる限り避けたいじゃない。彼氏のジェイミーもそれに賛成してくれた。日本のお寺やお城のようなオリエンタルな雰囲気にも興味があるしね。そんな風に考えていたにもかかわらず、実際は周りの人たちを巻き込んで大騒ぎを起こしてしまうことになったの。私とジェイミーは東京から大阪、四国、広島を通り九州まで各地を旅行したわ。宿泊はほとんどユースホステルやゲストハウスを利用した。そういった施設はホテルのようなサービスは受けることができないの。シーツは自分で敷かなくてはいけなかったり、プライベートはほとんど守られていない。食事も基本はついていないところの方が多いわね。でもその分料金は破格だし、スタッフの人や他の旅行者との距離が近いのよ。そういった施設を利用しているのは外国人の旅行者の方が多いわね。私たちが宿泊した時も日本人を見かけたのは数えるほどだった。見かけたとしても言葉が通じないから仲良くなったりすることはなさそうね。そう思っていたんだけど、たまたま宿泊した大阪のユースホステルで意気投合した日本人がいたの。ユースホステルでは基本的に男女別に分かれた相部屋に寝泊まりすることになっている。そこでジェイミーは同室だったシュンとヒロキという名前の日本人の大学生と仲良くなったそうなの。彼らは大学で英語を勉強していて、外国人と交流することを楽しみたいからユースホステルを利用していたそうなの。ジェイミーとサッカーの話で大盛り上がりして、遅い時間まで話し込んだと言っていたわ。私の方は女性2人で旅行しているイギリス人の旅行者と仲良くなったわ。アイラとエミリーという名前で、彼女たちも大学生だった。私たちは恋バナで盛り上がり、私が彼氏と旅行をしていると言うと、ぜひ紹介してほしいって言われたわ。そして翌朝、その6人で朝食を食べたんだけど、そこでまた話が尽きないほど盛り上がったの。
普通だったらここでお別れになるけれど、私たちはもっと一緒にいたいなって思ってしまったの。誰も席を離れたがらなかったけど、それはそれで時間がもったいないと思った。だから昼間はそれぞれ観光をして、夜はみんなでまた会って飲み会をしようっていう話になったの。シュンたちがおすすめの居酒屋を紹介してくれるっていうことになって、私たちはみんな大喜びしたわ。そうして私たちは一旦別れて行動することになったわ。どんな飲み会になるかとっても楽しみだわ。こういうのってバックパッカー旅行の醍醐味よね、と私が言うと、ジェイミーも、うん、本当だね。観光する穴場ポイントもシュンとヒロキから教えてもらっているから行ってみようよ、と嬉しそうに返事をした。それから私たちは充実した観光をすることができ、楽しみにしていた居酒屋に向かったわ。そこで今日の朝降りに再会したアイラとエミリーを見つけたら、嬉しくてつい抱き合って喜んでしまったわ。シュンとヒロキはすでにお店の中で席を取ってくれていて、私たち6人は飲み会を始めたの。まずはみんなビールで乾杯をすると、次々と小皿が運ばれてきた。日本食がメインの居酒屋で、お刺身や串カツ、程よく茹でて塩を振った枝豆やナスの一本漬けなど、美味しくてお酒に合うお料理を次々と味わうことができた。どれも本当に美味しくて、つい注文しすぎてしまったわね。楽しい話も尽きなかったし、ずっとこうしていたいって思うくらい楽しかったわ。それからそろそろお開きにしようということになって、シュンがお金を集めることになった。そこで彼から告げられた金額を聞いて、私は正直しまったと思ったわ。予想していたよりもかなり高くなってしまった。もちろんそれだけたくさん注文したし、楽しく過ごせたんだから仕方がないわ。でも私たちがバックパッカーをしているのは、費用を安くするのが目的でもあるの。こういう時は仕方がないと思いつつも、できれば出費を抑えたいと思ってしまうのよね。私はそんなことを考えながら、悪あがきとしてシュンに、ちょっと伝票を見せて、と言ったわ。どうしたの？と不思議そうに言うシュンに、一応確認したくて、と言うと、伝票に書いてある文字を指差しながら一つ一つ読んでくれた。ビール、お通し、お刺身盛り合わせ、ナスの一本漬け、と読んでくれている彼の言葉を聞いて引っかかるものがあった。ちょっと待って、お通しって何かしら。シュンの示す伝票のビールの次にお通しという表示があって、数百円の会計が6つ分、つまり人数分入れられている。ちょっと、こんなもの注文していないじゃない。お酒をたくさん飲んでいたせいもあって、私はつい大きな声を出してしまったわ。そんな私を見るとヒロキは、ああ、それはまあ仕方がないんだよね。はじめに枝豆が入った小皿が来たよね。それの料金だよ、とちょっと困った顔をして言ったわ。仕方がないってどういうことなのよ。注文していないのにお金を取るなんて詐欺だわ。何の説明もなかったし、ぼったくりじゃない。思わずブチ切れてしまった私に、アイラとエミリーも、確かにそうよね、と顔を見合わせている。ジェイミーも、まあ確かに出されたから食べてしまったからお金は払わないといけないね。でも僕はサービスで出してもらえてるって思ってたからちょっと残念だな、と言っている。日本ではびっくりするようなサービスが受けられる国だから、その一つかもしれないって思ったのね。日本人の友人たちは困った顔をして、そうか、先に言っておけばよかったかもしれないね。でも僕たちの言い分も聞いてよ、と言って説明をしてくれた。お通しっていうのは、注文を受けた後にすぐに出てきてお酒を飲みながら軽くつまめるような小皿の料理のことなんだ。確かに注文しなくても出てきてしまうから困惑してしまうかもしれないけど、
日本ではほとんどの居酒屋でやっている文化なんだよ。日本の飲食店ではテーブルチャージ料金がかからないから、その代わりって思ってもらえば分かってもらえるかもしれない。そんな旬の説明に追加してひろきも言う。でもヨーロッパのテーブルチャージは何にも見返りがなくてお金を払うだけだよね。日本のテーブルチャージはお返しとしてお通しが出るんだよ。そう考えるといいと思わない？ビールを飲んだ直後の最高の瞬間にちょうどいいおつまみがあるなんて気が利いてるよね。そんな二人の説明を聞いて、私はなるほどと思うしかなかった。確かに枝豆のお通しは美味しかったし、ロンドンでチップを払う場合はもう少し多く払う必要がある場合も多い。サービスの料金として払わなければいけないのなら、見返りまである日本のお通し文化はかなり良心的ね。わかったわ。ここは日本なんだから日本の文化を尊重することにする。ちゃんとお通しの料金も払うわよ。私がそう言うと日本の友人たちはほっとしたようだった。ありがとう。じゃあ女性は1000円少なくていいよ。ジェイミーは僕たちと同じ料金ね、と言ってにっこり笑っていたわ。そんな騒動を起こしてしまったけれど、私たちはその後も連絡を取り合っているの。次はみんなで別の国へバックパック旅行に行こうなんて計画もしている。これからもたくさんの旅行がしたいなって思うけど、素敵な観光ができて友達までできた日本の旅行は生涯大切な思い出になると思う。日本の中でもまだ行ったことのない場所を訪れてみるのもいいかもしれないわ。その時もちゃんとお通し文化は尊重するわね。僕はお通し代は全く不満に思わなかったな。イタリアでもコペルトというテーブルチャージを支払う習慣があるんだよ。だいたい2ユーロくらいなんだけど、ディナーの時とかは20から30ユーロになるかな。それに比べたらめちゃくちゃ良心的だって思うよ。同じイギリス人のバックパッカーとしては彼女を擁護したいな。バックパッカーは少しでも節約しながら旅を続けているから、お金のことはシビアに考えている。日本のお店ではテーブルチャージについて一切表記されてないから、驚くのは仕方がないって思うよ。日本の飲食店はチップがいらないのに素晴らしいサービスがあるよね。どんな地域のどんなお店に行ってもそれは変わらないんだ。接客も素晴らしいし、 Google 翻訳を使って助けてくれたことまであるよ。文化が違うのは当たり前だし、日本だけに限らずどこの国に行くにしても習慣を学んでから行くべきだと思ってるよ。お通しはお客様をお通しするという言葉が語源でした。関西方面では突き出しとも言うようですね。諸説がありますが、突き出しにはお客さんの注文に関係なく、まず提供するという意味で、お店の味をお客さんに確認してもらうために提供していたと考えられています。これらのお料理はお客さんへの気遣いから誕生しました。お酒はすぐに提供できますが、つまみは時間がかかってしまうこともあります。他のお料理をゆっくり運ぶためにも、最初に一品あるとゆとりができますよね。空腹時にお酒を飲むことが避けられるため、お通しや突き出しは体をいたわることにも役立つと言われています。そうしたお店側からの気遣いから習慣化し、文化になりました。しかし、頼んでいないのに代金を請求されたという人や、嫌いなものだからいらない、アレルギーがあるから食べられないなんていう人もいるようです。逆に、美味しいお通しがあるお店を選んでいるという人や、お料理の味の雰囲気が分かって良いという人もいるみたいですね。最近ではお通しが選べるお店もありますし、ちょっと工夫したお通しが SNS などで話題になったりしているお店もありますよね。どうしても納得できないときは断ることができるケースもあるみたいですよ。
ワタミなどの大手居酒屋チェーンなどのようにお通しカット OK を明示しているお店もあります。鳥貴族のようにお通しを出していないお店もありますよね。こだわりがある場合は事前に調べてトラブルを避けられるようにしたいですね。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタンチェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。